おはようございます。ジレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリーズ実況プレイ始めていきたいと思います。ですね、この前の夜勤の話なんですけど、なんかね、全然寝れなかったんですよ。いや、寝たいんだよ。仮眠取らないとちょっとすごい眠たいから寝るんだけど、全然寝なかったの。たまにないかな、こういうの、みんな。寝ようと思ったけど、なんかね、頭の中にいろんなものがバーって出てきて、なんかいろんなものが出てきちゃって、思考が。だから全然落ち着かなくなって眠れないってやつ。それすごい経験したんだよね。もともと僕結構人生にいろいろ悩んでるけどさ。人生にいろいろ悩んでますけど、僕も。ああいうことはなかなか久しぶりだったわ。はい。というわけで今日はね、すでにね、もちろんパーティー組んであります。行ってみよう！今日はね、約 90% ぶりなんですよ。いろんな意味で。はい。私今回は、はやぶさの剣回を使いたいと思います。結構中の装備になりました。仲間を見てください。90% ぶりですよ。すべてはここから始まった。森入れたんです。来たー、森入れー。来たよ、森だよ。もうね、やっぱりね、森レンタルっていうのはね、なんかね、しっくりくるの、俺の中で。で、ちなみにこれちゃんと人が対象も発動してるからね。ね、力が2回アップしてる。だから意外と強いよ、この2体。まあ、森レンタルチームっていうのは、もう結構前にも紹介したと思うんですよね。まあ、この場合、この主人公を入れる場合はね、主人公またはね、いずれかの6体で発動するっていう相性ですね。はい。勇気が上がります。もうそれだけで強い。てか、勇気が上がるってだけで強い相性だと思うよ、俺は。ちなみにちゃんと人型相性も発動してるんでね、結構ね、いい感じ、しっくりきた、個人的にすごくしっくりきたパーティーですね。で、勇気の説明を今しますと、この大会モードにおいては実はあんまり効果ないんですよ。なぜかと言いますと、敵の勇気っていうのは、敵の勇気っていうのは、主人公サイドより、いささか溜まりやすいような設定になっていますので、実際問題、これはあまりね、恩恵を感じないことの方が多い。だけど、対戦とか、本当にガチの対戦だったら大会？普通の、筐体の大会だったら、このパーティーを俺は見たことがある。行くぜー！はいはいはい、オッケー！いいねー。新はやぶさ切り、たまに2回行動です、これは。たまにね。さあ、連続攻撃、炎の拳、いけ！さあ、ね、人型に上がった力をね、見せてほしいところですよ。いけいけー！はい、いいね！だいぶいった。ね、職業相性とね、人型相性はやっぱ、人型相性が強いんだよな。力 10% アップはやべえよ。ナイスガード！基本的にこのチームの場合、多分攻撃が炎の戦士いきます。単体攻撃は。基本的にはね、はい、どうだい？ほらね、で、炎の戦士の解説はちなみに言うと 10% です。なかなか信用できる値でしょ？なかなか信用できる値だと思うよ。10% って。そういう風にちゃんとね、分かって言ってますから、この炎の戦士は多分なんだ、スペシャルカード使うのお前は。メイクアップだろ！知ってんだよ！そう、だから、勇気をお互いちゃんと貯めてってよりも、多分勇気の、要は向こうの方が上になっちゃうんですよ。だからあんま恩恵感じない、正直。ただ、普通の対戦とかする上で勇気ってすごい重要じゃないですか。溜まれば勝ちなんだから。それを重点的に置いたパーティーです、これは。まあ、結構このパーティー見たことある人いるかもしれないけどね。だから炎の戦士はいないかもしれない。炎の戦士はいないかもね。新はやぶさ切りはね、もうあれですよ。さあ、うまいこと言ってほしいな！ラッキーラッキーこれ、会心出やすいんだよね、新はやぶさ切り。すげえ会心出やすいんだよ、新はやぶさ切りって。そう、それがね、やっぱいい。いいね。ナイスメイクアップ余計。ボディーブロー。まあ、ここで痛恨でようが、まあいいでしょう。まあ、ここは向こうの乱数を。いいね。乱数うまいことずれたね。いいね。さあ、ビビリリを打っていく。せーの。なるほど。いいね。しっかり整う。夜ね。勇気がね、このパーティーだと3ターン以内に絶対貯めれます。基本的には。コンセプト的に言いますと、3ターンに絶対貯めれます。このパーティーなら、勇気は。森連の補正と、森連の勇気補正と、で、光の玉使うことによって、で、新はやぶさ切りって2回行動すると2回分勇気貯まるから、ソロボムやりやすい。スターフレアあるじゃないですか。3回ずつ。3回ずつのスターフレアと、新はやぶさ切りっていうのは、新はやぶさ切りが2回行動した時の方が勇気量多いんですよ。はい。有志のね、検証による、これがね、一応出てるみたいです、それが。一番勇気を貯めれる武器。はやぶさ切りが。ただ、ギャンブルだよね。当たんなかった場合の1回攻撃は痛いよね。でもこういう風になるからね、あと。お前、2回攻撃しろや、せっかくそこまで言ったんだな！オッケー！セーブ受けも強えんだ。メジス高えからな。はい、止まった。2体の余裕を残してもうたまりました、勇気が。これ比較的、はい、OK だ。回避率 10%。 さすが回避率 10%。 この選手意外とこうしてみると強いモンスターなんだけどね。俺も始めるときシャープ1のなんかモンスターが悪いだろなんだモンスターが悪いだろなんだ言ったけどさ、意外とね、こうやってきてるとね、炎の選手って意外と強えんだなって思った。シールドこそはもともと強いしてたけど、意外とこいつ強えんだなーって。炎の選手が強い、本当に。意外と使ってみたらね、びっくりするぐらい強いよ。ほら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 、炎の拳が少しずつ低いはゴミだけど低いとかいう技はゴミだったけどねほらもう、ほら3ターンに勇気完璧に溜まりました余裕ですよ。これ勇気溜まるっていいね。なんか正統派、なんか正統派な感じがする。森伝ってだけでもう正統派、もう素晴らしい。よし、行くぞ森行け森。ほら森伝たるが、森も来ました。ちゃんとおっさんたちがおっさんたちが急に来ました。行けおっさん、森行けはてさてさてさて、勇気を貯めやすいっていうのはね、やっぱり立ったらね、痛恨の時期も勇気貯まりやすいんだけど、まあ基本的には大丈夫ですよ。うん、大丈夫です。ただこのパーティーやっぱね、まあ、みんな打撃耐性はあるとはいえ、やっぱ炎の戦士に攻撃や一貫ゲージをどれだけ炎の戦士が受けるかっていうのは出てるよね。いやでも新ハヤブサギの2回行動を見てほしいな。新ハヤブサギの2回行動はやっぱ強えよ。うん、ただね、確定行動じゃないのがね、やっぱ勇気たまりやすいってもあるから、そのあたりの調整はしながらないんだけどね。あとはハヤブサの爪とかでもいいんだけど、ハヤブサギの方がいいからね。勇気が一番ためやすいからね。いくぜ。はい、オッケー。もう一回行こう。そう、一回目は弱いわ。で、もう一回。来た来た来た。これで勇気めっちゃたまるからね。いくぜ。はいはいはい、オッケー。イエー、強い。ほら勇気もほら見て、勇気のたまりがすごいもん。一番勇気ためやすいからね、これが。そう、勇気逃げするんやったら、なんか逸材によったよね、勇気逃げ戦法って何回か。それの多分ね、これ一番ね、勇気がたまりやすいと思う。めっちゃ勇気の差ついてんじゃん。すげえ、なんか出てきたなんかし始めたこいつ。おっと、ああシールド構造が困ってんじゃねえか。で、ビビリ斬りと炎の拳両方とも会心率そこそこ高いんで、まあ、できればこの2体会心出すともっと勇気がたまるからね。もうほら勇気半分ぐらいまでいってるもん。すごいすごいすごい。これなんか動いてる。待って、お前動いてるのすごくない？あ、知ることダメだ。これ知ることダメです。おお、あ、そう、ごめんあ、そう、ごめん知ることダメだなと思ったんだけど、あ、そう、そうなる。お、知ることを避ける珍事発生。やるじゃん 5% やるじゃん 5% 5% のくせにやんな。やるやる、すげえすげえ。いくぜ新ハヤブサギ竜、いくぜー。はいはい、オッケー、イエーイもう一回、しかももう一回、マジかお前いくぜー。はいはい、オッケー、いいね。すごい、勇気が2ターンでこんな溜まってる。え、2ターンでこれ、これもしかしてさあ、わかんないけど、光の玉使ってたら俺溜まってたんじゃねえこれすげえすげえなー。勇気めっちゃ溜まんじゃん、ハヤブサギに。強っ、マジかマジかこれ。え、 CPU にこの勇気差はやばい。待って、この勇気差はやばくない？え、何これ、すげえ。あ、これはやばいな。あ、これはやばい。あ、あ、ダメだこれでしょ、出そう出しょ出しょ出しょ、うん、分かってた。うん、それはそうだろうなーって思ってた。うん、それを食らうなと思って見てたわ。おっとー、ここでダンスダンスブレたね。なるほどね。あー、ランスダウンだよね。はいはいはい。ちょっと遊んだろ。ボストロール誘惑の踊り弱いでしょ。ボストロール誘惑の踊り効くから、多分ね、誘惑かけて大丈夫だと思うよ。両体以上で誘惑の踊り。はあー、めんどくせえ。俺拒否して、もう。つばぜり合い拒否だわ、こんなもん。つばぜり合い拒否します、私。私はつばぜり合いを拒否します。ごめんつばぜり拒否で勝ってもうた。あーああああああ、これはボストロール止まったらもう爆アドですよ。多分7台3台とも止まるだろう。あ、オッケー、ああ、もう。ああ、もう。もう、君たち。低いいいよ。確実に勇気たまりはもう勝ちだからね。ほーん。勇気たまったから何があっても勝ちだけどね。ちょっと待って。この勇気さはやばい。すげえ。3ターンで光の玉を使わずに勇気たまった。革命的じゃないこれ。3ターンで、やっべ。3ターンで光の玉を使わずに勇気がたまる。え、これすげえな。うん、俺の時してはすごいと思ってる。うん。いくぜ俺は追いに行けもうでもいいんだよ。生放送で何回出してると思ってんだよ。また出てきたじゃないかバトルマスターの先輩、今ここに。行け、ホイーン。うわいや、このパーティーは、やばいぞ。来たか、ついに。ということはですよ。魔王戦っていうのは基本的に、シングル対戦とかで魔王を使われた時に3ターン目まで、僕過去のとか言ったと思うんですよ。3ターンまで耐えれば、勝ちって言ってたじゃん。光の玉使ってさ、勇気貯めれば勝ちって言ってたじゃん。ということで、曜日しました。火力最強ハーゴンです、こちら。火力最強のハーゴン来たぞ。さあ、3ターン耐えて光の玉を使えれば勝ちだからね。言ってしまえば。要はこのシングル対戦とかで魔王系ってめちゃくちゃ強いんで、無道だの、ハーゴンだの。まあ、この辺りに対して勝てれば正面になりますよね。あ、デンタリッチはまあともかくとして、今回こっちの場面でもやってみようかなと。はい。勇気人ができるんだったら魔王に対してとどめの時期打つだけで勝てるんですから。理論上は。はい、やっていきましょう。そういうわけでね。なんでこの勇気をいかに貯めれるか。ね、早く貯める。これで勇気の差わかるよね、多分。さっきまでは大会モードだったから、多分勇気量の差は分かりづらかったと思うんですよ。ただ、こうなると分かりやすいと思う。この対戦においての勇気量を見ていただくと分かりやすいんじゃないかな。本当に。それはちょうどいいよね、だから。さあ、問題はこれじゃ悪魔の爪痕強いんだよな。さあ、耐えれるか。さあ、今からね、3ターン耐えるチャレンジ始まりますよ。勝った。そのバズーがアホなのか、こいつ。バズー結構バカだから大丈夫か。さあ、問題はね、あっとうわっそれは重たい。それは重たすぎ。さあ、新ハヤブサ切り、行くぜ、疾風と新ハヤブサ切りハオケ。あー、でもこれ1回だな。威力が低くなったら、もう1回追加効果って感じだからな。いやー、大丈夫君たち大丈夫？いやー、これは暗いすぎ。これ本当に大丈夫かな。やばい、有機能の差があんまり見えない。まあ、悪魔の爪痕あったしね。うん、まあ、硬い。さすがに白こそ硬いな。オッケー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 。有機能の差が今んとこあんまり開いてねえな。新ハヤブサ切りにやっぱ、頼りきりだな、勇気は。まあ、主人公が強いのは、職業のいつものことですからね。あ、間違えた。やべえやっべ、間違えたやべ、とんでもねえプレミした、俺。やべ、とんでもねえプレミになっちゃった。扇風券だぞ、これ。やっべ。なんだったら魔法とゲージ量一緒なんですけど、今。すいません、魔王とゲージ量一緒なんですけどって言われる。おいおい、それでいいのか。これはもうテーペロって感じで許してそう。なるほどね。悪魔の強いとかバカだからな。炎の戦士に、一番炎の戦士に行くはずなのに主人公に行ってやがる。炎の戦士に行くはずなんだけどな。まあ、ハーゴも意外とバカなんだね、こうしてみると。炎の戦士に行かんあたり。うわ、主人公避けないかね。忍びの服つけてるから。ここは避けてほしいんだけどね。さあ、3ターン耐えれるか。もう削り切ってまいります。とどめ現代まで削り切ってはいるんで、あとはね、3ターン目に、おっとここで、会心の一撃。いいね。いや、どうだ耐えれんのか、これ。これ耐えれる？君たち本当に。怪しいよ。いや、怪しいときは無理。あ、これは無理。もう一旦耐えるのは無理だよ。無理だよ、お前ら。うん。だから、多分、状態以上にかけて、このターンに勇気貯めるしかないよ。ちょっと差がついてるとかいうレベルじゃないもん。状態以上かけて、このターンに勇気貯めれば勝ちだわ。さあ、勝ち筋が変わりました。光の玉、基本的に魔王系ってなんか3ターン目に光の玉って今まで言ってたじゃないですか。森伝の補正で、なんとか勇気が溜まりきってる方なんで、さあどうだまず、キックガンオートーオッケーオッケー多分このターンに倒されることはないね。だからあとはもう 1P チームが勇気貯めれるからだね。どうだろう、勇気補正でね、これは多分森伝じゃないとできないこと。扇風券ってのこいつダメだよダメだよ。それじゃあ勇気量貯めれるか、貯めればもう勝ちだよ。光の玉なしで3ターン貯めるのは強いからね、実際問題。さあどうだ、まずここは耐える。そう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 、さすが打撃耐性、さすがに打撃耐性あったな。ここでね2体が攻撃して貯めれるかどうかですよ。 OK、 いいよいいよ。炎の戦士、これ炎の戦士にかかったな。いやー微妙だな、この勇気量は微妙すぎる。炎の拳いいよ、当てれば、これ当てれば銀玉あるかも。頑張れ頑張れ炎の戦士、はやぶさ切りで動いてれば違ったじゃん。ねえ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 、はやぶさ切りで動いてたら違ったじゃん。ねえ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 、はやぶさ切りで動いてたら違ったじゃん。ねえ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 、違う未来、ね、違う未来、違う未来ないんですか。ねえねえ、なんか違う未来はないんですか。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。チームに命令を与えるのだ。プレイヤー1の先制攻撃、会心の一撃、炎の拳がうなりを上げる。必殺の新はやぶさ切り発動、杖を投げ捨て邪悪な拳を叩き込め、鋭い爪の一撃、これはあまり効いてないぞ、鋭い爪の一撃、そして連続攻撃、すごいダメージだ。ここが勝負の分かれ目か。スペシャルカード発動オッケー、それは大丈夫。オッケー、もう一回いける。完璧。いいよ。完璧。そういうこと。俺の中で一致したわ。バズズの顔とね。はい、というわけで、ね、無事にね、森レンタルチーム、戦ってました。いや、まあ、森レンってなんか個人的に好きなんだよ、なんかさ、初心者が組むなって感じはするけど、なんか、その、なんていうかな、基礎的な感じがあって、すごい俺好きなんですよ、そういうの。なんでね、皆さんも森レン使ってみてください。あれ今何年というわけで今回はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。